こんにちは、ブルーホースです。今日は日本企業の闇に迫っていこうと思います。能力が足りないということの方が態度が悪いよりもクビになりやすいというですね、もうまさに闇の話ですよね。能力が高い人間をどんどんクビにして、結局上にへいこらする人間の方が日本社会で生き残っていく。そりゃあいい技術も生まれなければいい会社も出来上がらないでっていうような話なんですよね。で、今日は日本の雇用終了ということで、これはですね、まあ、クビにした会社とクビにされた社員の紛争を、まあ、調停事例ですね、を扱った書籍のお名前なんですね。日本の雇用終了と。で、内容としてはどんなものかっていうと、都道府県労働局っていうのが行った斡旋という紛争調停を紹介しているものというものですね。で、斡旋って一体何っていうと、当事者の間に学識経験者である第三者が入ると。で、双方の主張の4点を確認し、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進して円満解決を図る制度っていうね、なんかもう言ってるだけでめちゃくちゃ難しいなっていう感じがする本ですよね。まあ、要はなんかこう知見のある人、賢い人が間に、会社と社員さんの間に入って、で、今回のお互いの話を聞いて、こういうことだねと、じゃあこういう解決をしていきましょうよっていうことをお伝えするっていう、そういうニュアンスですね。それの事例が載っているものですよっていうことなんですね。まあ、経営者と労働者の深い溝っていうのを知ることができるという、まあ、そういう一冊になってます。まあ、なかなか重い本っちゃ重い本なんですね。じゃあその本から見える、結局そのそれぞれの首の原因って一体何なのっていうと、日本の企業では能力が足りないこと、能力何かっていうと、その仕事を遂行する上において、まあ、成績をきちんと上げることができないとか、そういうところの部分ですね。で、あとは納期に間に合わせるようにちゃんと物を作ったりとかっていうことができないっていうことのよりも、態度の悪さの方が問題だっていうことなんですよね。だから納期守らなくていい、ノルマ達成しなくていいっていうのが許されて、で、なんか上司に逆らうとか口答えをするっていうことの方がクビになるというのが実態だっていう話なんですね。じゃあその実態一つ目っていうことで、労働条件変更といった中間形態を取ることなく、直接態度を理由にした雇用終了に至っているケースが多いと、168件の全雇用終了事案の中で最も多いということなんですね。ごめんなさい、168件だけじゃなくて、いろんなやつがある中で、その、まあ、例えば1000件、そのいろんな雇用理由があったとして、そのうちの168件という圧倒的な数値が全雇用終了件事案の中でも最も多いということなんですね。ね、はい。だから態度が悪いということを理由に雇用終了したと、要はクビにしたという実態があると。で、その上でもう一つ実態としては、協議の能力を理由とする雇用終了では具体的な職務能力の欠如や勤務成績の不良性を理由とする事案はそれほど見られず、むしろ態度と区別しがたいような能力が一般的に存在していることが大きな特徴というですね。まあ、要はさっき言ったように、成績上げてなくてもクビにはしませんよっていうことなんですね。ここら辺は多分アメリカとかとかね、欧米諸国と違うところになってくるんじゃないかなと思います。じゃあ具体的にどんな事例がその本の中で紹介されているのかというと、事例1ということで、面接時には土曜出勤というお話だったんですが、土曜出勤はほとんどなくて、時間給のため休日になるならもうバイトをしてもいいかっていうことを工場長に尋ねたら、まあ、それが理由で解雇になったと。要は本職を頑張らないというその態度が気に食わねえ、お前はクビだっていうことなんですね。で、社長にはバイトはしないというふうに改めて申してたんですが、それでも覆らずと。で、会社側の解雇理由としては、職場の同僚との協調性の欠如ということと、それから勤務態度の怠慢としている。まあ、勤務態度の怠慢はね、まあ、そのバイトするんでっていうことを言っちゃったら、なんか本業に支障が出るからもしれないからっていうのがあるかもしれません。職場の同僚との協調性の欠如って何なのっていう話ですよね。別にバイトしたからなんか同僚と仲が悪いっていうのに結びつける意味がわからないっていう話なんですね。それからもう一つ事例2っていうのが、保育園の話なんですが、採用されたんですけど、新規採用者っていうのは採用前の3週間以内で従業員研修を受けなければいけませんと。で、その研修期間を無給とするっていうね、これまたむちゃくちゃな、まあ、就業規則なんですよね。で、研修中に申請人が無給研修に疑問を呈して、園との間に不安な気持ちで働きたくないと。
それから不安で、それに対する回答がじゃあ不安のない職場探しなさいというやり取りで本採用を拒否されたんですね。でこの無給研修っていうのは朝8時半から夕方の5時までの勤務で、使用期間中の OJT としてみなされるわけなんですよ。で保育園側の主張としては、まあ、新規採用予定者の研修期間であり、正規職員としての雇用計画雇用契約も結ばれてないからということなんですね。で双方の見解に食い違いがあるんですよ。研修期間中とはいえただ働きさせるのはおかしくないかっていうものと、いやいや雇用契約してないんだからそんなお金出すわけないよねっていう意見があるという、それぞれの、まあ、バラバラな主張だってことなんですね。事例を見ているとどうやら企業側がその無給で働くのはダメです、嫌ですっていうことを言っている態度の悪い人ということで、制裁を加えているという事例になっているらしいですね。これさ、バイトでも例えば最初の20時間はなんか時給1100円から1000円で働いてもらいますみたいなことがあったりするんですけど、無給ってえぐいですよね。なのにそれを訴えたらダメって、クビバイバイって言って、もうそんな保育園もう潰れちまえっていう話なんですけど、まあ、それはいいとして、頑張りますっていうのが結局求められるのが日本の社会なんですよね。で仕事をするからには態度に文句は言うなっていうのは罰なんですよ。だから営業成績で月に1000万円上げなさいって言って1200万とか2000万とかっていうのを上げてきてたとしても、態度が悪かったらもうお前は首いらないってなるんですよ。で逆に500万しか稼げません、でも頑張りますんでっていう態度の人は丸意味わからないっていう話なんですよね。はい。だから日本の人たちっていうのはなかなか成長が鈍化しているということなんです。これはまあ日本の人たちっていうか日本社会ですよね。うん。でこれが日本企業の闇ということなので、もしそのどうでしょうね、無難にやり過ごしてそこそこの給料をもらえて、そこそこの休みがあって、で、適度なこう 休暇が取れるのであれば、まあ、仕事ができないとギャーが言われるのを我慢することさえできればね、指示に従っていれば、まあ、生活っていうのはできるということなんですよ。で逆に上から何も言われたくないと、ね、仕事はできるのに周りと差をつけてもらえないと、僕なんかでもそうなんですよ。僕も今まあ会社で働いているんですけどね、営業成績がありがたいことに2020年度は全国2位だったんですよ。2位だったにもかかわらず、昇給こんだけっていう不安があるんですよね。不安があるんですよ。でだから僕も自分で書いときながら、不満を抱えている人側に入るところなので、まあ、独立が基地なのかなっていうところなんですけど、まあ、どっちに行くかっていうのは当然あなた次第ではあるんですけれども、まあ、一つ日本企業の過去の事例、そのなんか感覚的に能力よりも態度がいい人の方が重宝されるっていうのは皆さん知ってるんですけど、改めてこうやって事例としても出てしまっているっていうことが実態として分かったとしたら、皆さんどっちを選びますかっていう話なんですよね。だから今日の話を聞いて、事実として能力は関係ないと、態度さえ良ければいいと、ヘコヘコしてればいいということが分かりましたので、どっちを取って皆さんが社会でこれから生きていくのかっていうことを考えて、ぜひ決断をしていただく、まあ、そんなきっかけの動画にしていただけたらいいかというふうに思います。ということで本日の動画は以上で終了です。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。